はい、どうも、こんにちは。福田です。えー、今日はですね。 投資のソムリエを積み立て投資していたらどうなっていたかを検証していきたいと思います。よろしくお願いします。このチャンネルなんですけれども、思い込みを排した投資判断につながるような参考情報を発信してますので、よろしければチャンネル登録をいただけると嬉しいです。で、やってることはですね、主に投資信託とか個別銘柄の過去データの分析動画、えー、こういったものを作っております。なので、何かリクエストあったらですね、あの、コメント欄に書いていただければ対応させていただきますので、投資の前の検討と あと投資の後の確認として使っていただければと思いますで、推奨する視聴環境この3つになってまして結構文字とか数字が小さくて長弱になるのでなるべく大きな画面でなるべくいい画質で再生速度を早めての視聴を推奨しておりますで、これ僕の簡単なプロフィールで3年間証券会社の営業をやってそこからはトレーダーとして成形立てておりますで、これご参考までにこれまでのパフォーマンスになります はい。というわけで、まずは基礎データから習っていきましょう、えー。今回取り上げるファンドがですね、投資のソムリエになります。運用開始日が2012年の10月26日。投資対象が国内外の株式債券リートになります。償還日がなしで、えー、信託報酬は1.54%だそうです。 で、今回の検証にあたっての積み立てのルールですね。えー、まず、買い付け頻度、えー、それが1ヶ月に1回。えー、具体的には20営業日に1回になります。で、1回あたりの積み立ての金額、えー、それは10万円になります。 で、積み立ての期間は、えー、それぞれ1年、3年、5年、7年、9年、えー、この5つのタームでやらせていただきたいと思います。で、検証していく事項なんですけれども、えー、まずはですね、えー、積み立て期間終了時において損益がどれくらいになっていたか、えー、それを検証していきます。で、その次に、えー、同期間において一括投資をした場合の損益はどうだったか、えー、こいつを検証します。で、最後に積み立て投資と一括投資のパフォーマンスの比較をしていきたいと思います。えー、なお、検証期間は、えー 2012年の10月26日間になります。で、えと、リターンの種類なんですけども、リターンってこの3種類ありまして、今回見ていくのが、 一番下の分配金を受け取らずに再投資した場合のリターンである分配金込みのリターンですね。こいつを見ていきたいと思います。で、最後に注意事項なんですけれども、まず一つ目としてはですね、あの、これから過去のパフォーマンスを見ていくんですが、それはですね、あくまでも過去の結果なので、今後はどうなるかはわからないってことをご留意ください。で、多分同じにはならないと思います。で、仮にリターンが良かったとしても、そのリターンが良かった理由っていうのは、 たまたまマーケット全体が好調だったからなのかもしれないってことをご留意ください。ではですね、ここからデータを見ていきたいと思います。 はい。というわけで、まずはですね、積み立て投資のパフォーマンスの検証からやっていきましょう。これがですね、2012年の10月26日から2021年の12月31日までの各積み立てタームにおける分配金込みのパフォーマンスですね。そうを示したものになります。では、まず、ここの1年のところからですね、解説していきたいと思います。これですね、サンプルが2003となっているんですが、これはですね、2012年から2021年まで まででの間で1ヶ月に1回10万円を積み立て投資するっていうのを1年間続けられた人の数っていうのが2003人いましたよっていうふうな。 そういった意味合いになります。なお、積み立て期間が1年なので、なので、合計の投資金額は120万円になります。で、この2003人のうち、79.93%に当たる1601人が1人当たり平均して2.18%の利益が出て、で、20.07%に当たる402人が1人当たり平均してマイナス1.14%の損失が出て、で、これ全部ひっくるめると、平均したリターンというのが1.51%の 利益になりましたよっていうふうな、そういった意味合いになります。なお下のここのところはですね、各平均リターン、利益回、損失回をここの120万円で金額換算したものになります。それなので。 利益が出た人は、一人当たり平均して、だいたい2万6千円ぐらいの利益が出て、で、損失が出た人は、逆に1万3千円ぐらいの損失が出て、で、全部ひっくるめると平均して、え、1万8千円ぐらいの利益が出ていたっていうふうな、そういった形になります。で、下の標準偏差ですね、これは、一般的にリスクと呼ばれるものでして、意味合いがですね、リターンの振れ幅の大きさ、それを示すものになります。それなので、この2.00が意味するところはですね、 え、ここの平均リターンの1.51%を中心に上下に振らまい2%のリターンの振れ幅がありましたよっていうふうな、そういった意味合いになります。で、シャープルオはですね、リスクに対するリターンの獲得効率、それを示したものでして、 計算式は、ここの平均リターンを標準偏差で割った数値になります。なお、シャープレシオは高ければ高いほどディスクに対するリターンの獲得効率がいいというふうな、そういった解釈になります。で、下の最大リターンと最小リターンなんですが、これはですね、1年間の積み立て投資における最大リターンと最小リターンというふうな意味なので、なので、一番運が良かった人っていうのは、このファンドに1年間積み立て投資をしていたら、7.39%資産が増えてい たで、それを金額換算すると、最大リターンだと、だいたい8万0千円ぐらいの利益になっていたんですが、最小リターン、つまりは一番運が悪かった人だと、だいたい4万3千円ぐらいの損失になってたっていうふうな、そういった意味合いになります。とりあえず、これが1年でして、で、同じ方式で3年から9年までやってあるんですが、もう一丁ですね、3年のところも解説しておきます。 たい,と思いますこれはですね、2012年から2021年までっていうのは同じなんですが、今度はですね、まあ1ヶ月に1回10万円を積み立て投資するっていうのを3年間続けられた人の数っていうのが1523人いましたよっていうふうな、そういった意味合いになります。なお、積み立て期間が3年間なので、合計の投資金額は360万円ってな形になります。で、この1523人のうち、 98.42%に当たる1499人が1人当たり平均して4.01%の利益が出てで1.58%に当たる24人が1人当たり平均してマイナス0.14%の損失が出てで全部ひっくるめると3.94%の利益になっていったって形になりますで金額換算すると利益はだいたい14万円ぐらいで損失はだいたい5000円ぐらいで全部ひっくるめるとだいたい14万円ぐらいの の利益になっていたみたいです。 で、え、標準偏差はですね、え、この場合は、え、3年間の積み立て投資のリターンの振れ幅の大きさですね。え、それが3.94を中心に上下プの前にプロマイ、え、2.03いう形になります。で、シャープレシオはリターン割るリスクで、で、最大リターンと最小リターンなんですが、え、この場合は、3年間の積み立て投資における最大リターンと最小リターンという意味なので、なので、一番運が良かった人っていうのは、え、このファンドに3年間積み立て投資をしたら、資産が7.91%増えていて、で、一番運が悪かった人 人っていうのは0.38%資産が減っちゃってましたよって形になります。で、金額換算すると、 えっと、一番運が良かった人は、360万円の投資に対して、28万円ぐらい利益が出ていたんですが、一番運が悪かった人っていうのは、だいたい14000円ぐらい損失になってましたっていうふな、そんな感じになります。とりあえずこれが3年で、で、同じ方式で5年から9年までやってあります。で、ここから外観していくとですね、とりあえず、ここの1年間のリターンなんかだと、えっと、1.51%なんで、ま、なんで、あの、ほとんどスズメの涙程度というか、ま、ほま、めちゃくちゃ、 えっと、リターンは出てないなっていうふうな、そんな感じですね。まあ、ただ、シャープルオで見た場合では、0.75なので、まあ、ここら辺は、えっと、リスクに対するリターンの獲得効率で見た場合には、ま、比較的悪くはないのかなっていうふうな印象を受けます。で、ここの、えっと、5年から9年までのところで、損失数が0ってなってるんですけども、 これは要はですね、このファンドに5年以上積み立て投資をしていた人っていうのは、損した人はいませんよっていうふうな、そういった形になってたみたいです。で、ここの9年なんかだと、サンプルが93つってあのめちゃめちゃ少ないんですけれども、一応平均リターンが9年間で13.36%、つまりは9年間で1080万円積み立て投資するわけなんですけれども、それが平均してだいたい144万円ぐらい利益が出ていたって形になってたみたいです。で ここの最大、リターンと最小リターン見てみても、まあ、ほとんど差がないっていうふうな形なので、まあ、そもそも、サンプルが少ないっていうふうな問題はあるんですけども、とりあえず言えるのは、まあ、1年間のリターンだけで見た場合には、まあ、そんなに多くないというか、全然低いんだけれども、ただ、投資効率で見た場合には、まあ、そこまで悪くはないと。で、えっと、ただ、ここのリターン自体はそこまで多くないので、なんで、9年間積み立て投資をしていても、資産が、えっと、13%増えたぐらいっていうふうな、そういった形だったみたいです。とりあえずこれが、積み立て 投資のパフォーマンスの検証でで次にやっていくのがですね、えー、同じタームで一括投資をした場合、えー、この場合どうなるのか、えー、それを見ていきたいと思います、えー、ではまず、えー、1年間のところから説明していきます これはですね、2012年から2021年までの間で、今度は1日で120万円をボンとこのファンドに投資をして、でそこから240営業日後、つまりは1年後に売るっていう風な取引をできた人の数が2003人いましたよっていう風な、そういった意味合いになります。 で、そのうち84.87%に当たる1700人が1人平均で3.71%の利益。で、15.13%に当たる303人が1人当たり平均してマイナス2.22%の損失。で、全部ひっくるめると2.81%の利益になってましたって意味になります。で、金額換算すると、利益はだいたい44000円ぐらい。で、損失は26000円ぐらい。で、全部ひっくるめると33000円ぐらいの利益になっていたみたいです。 で、え、標準偏差は、まあ、この場合は、1年間の一括投資におけるリターンの振れ幅の大きさが、え、この2.81を中心に上下に振る舞い3.19って形になってたみたいです。で、シャープレッシオがリターンはリスクで、で、最大リターンと最小リターンに関して言うと、え、これは、えっと、1年間の一括投資における最大リターンと最小リターンっていうふうな意味なので、 ま、それなので、一番運が良かった人っていうのは、このファンドに120万円を一気にボンと投資して、で、そこから1年後になったらば、資産が11.40%増えていて、で、一番運が悪かった人は5.56%資産が減っちゃってましたって形になってたみたいです。で、金額換算すると、一番運が良かった人は120万円の投資に対して、だいたい13万円ぐらいの利益になっていたんですが、一番運が悪かった人は6万6千円ぐらいの損失になってたみたいです。とりあえず、これが1年間 の説明で、で同じ方式で3年から9年までやってあるんですが、一応もう一兆ここの3年もやっておきます。これは2012年から2021年までの間で、今度はですね、360万円を1日でボンとこのファンドに投資をして、でそこから720営業日後、つまりは3年後に売るっていう風な取引をできた人の数が1,523人いましたって意味になります。でそのうち98.23%に当たる1,490 16人が1人平均して8.02%の利益が出て、で、1.77%に当たる27人が1人当たり平均してマイナス0.65%の損失が出て、で、全部ひっくるめると7.87%の利益になってましたって形になってたみたいです。で、金額換算すると、 えっと、利益の場合は、大体29万円ぐらいの利益が出ていて、損失の場合は2万3000円ぐらいの損失が出ていて、で、これ全部ひっくるめると、大体28万円ぐらいの利益になっていたって形みたいです。で、標準偏差は、3年間の一括投資のリターンの振レ幅の大きさが7.87を中心として上下に振る舞い3.30って形みたいです。で、シャープレシオがリターン割るリスクで、で、最大リターンと最小リターンなんですが、この場合は、と 3年間の一括投資における最大リターンと最小リターンなので、まあ、それなので、一番運が良かった人は、えー、このファンドに360万円をボンと投資して、で、そこから3年後になったらば、資産が15.20%増えていたんですが、一番運が悪かった人は1.99%の損失が、えっ、ー、と、資産が減っていたみたいです。で、えっと、これ金額換算すると、 一番運が良かった人は360万円の投資に対して、大体55万円ぐらいの利益が出ていたんですが、一番運が良かった人は7万円ぐらいの損失が出ていたみたいです。とりあえずこれが3年で、で、同じ方式で5年から9年までやってある形になります。で、これも外観していくと、1年間のリターンですね。これが積み立てと比べて、まあ多少は高くはなっているんですけれども、かといっても、絶対値自体はそこまで高くないって形ですね。ただ、シャープレシオが 若干ですね、良くなっていて、ま、これ、えっと、さっきと同じで、え、リターン自体は、ま、絶対値自体はそんな高くないんだけれども、ただ、えっと、と、リスクに対するリターンの獲得効率で見た場合には、ま、そこまで悪くないっていうふうな、そういった形みたいです。で、5年から9年に関しても、え、同じく、え、損失数がゼロってなってるので、ま、それなので、え、積み立てであっても、一括であっても、え、このファンドに5年以上投資してた人っていうのは、ま、損した人はゼロ人、え、つまりは、え、全員が利益が出ていたって形、え、みたいです。で、えっと、 9年間なんか見ると。 えっと、一括投資の場合は、1080万円を一気にボンド投資して、で、それがですね、平均して27.99%利益が出ていましたよと。まあ、大体28%ぐらい資産が増えていたって形なんですが、で、これは要は、1080万円の投資に対して、平均して302万円ぐらいの利益が出ていたってふうだ。そういった形みたいです。で、なお、最大リターンと最小リターンに関しては、まあ、ほとんど差がないっていうのは、さっきと同じっていうふうな、そういった形になってたみたいです。とりあえずですね、これが、えっと、 一括投資ののパフォーマンスの検証で,で、最後にやっていくのがですね、積み立て投資と一括投資、このパフォーマンスの比較になります。で、比較していくものは、リターンとディスクと、あとシャープレシオ、この3つになります。では、まず、リターンから見ていきます。これですね、と同じように並べてあるんですけれども、ここの赤い文字のところは、積み立てのリターンを一括のリターンで割った数値ですね、それが記載してあります。で、積み立てのリターンが低ければ、赤で塗ってあるって形なんですね。 なんですが、えー、これ、えー、全部見るとですね、えー、真っ赤っかになっているので、まあ、それなので、えー、ここからわかるのは、 積み立てのリターンっていうのは、まあ出てはいたんだけれども、ただ、一括のリターンと比べると、出てはいなかったよっていうふうな、そういった形みたいです。で、まあ具体的には、積み立てのリターンっていうのは、一括のリターンの、まあ大体半分ぐらいっていうふうな、そういった形になってたみたいです。で、次にリスクを見ていきます。で、このリスクもですね、同じく積み立てを一括で割った数値、これが記載してあるんですが、えっとリスクの場合はですね、リターンと違って、低ければ低いほどいいので、なので、積み立ての方がリスクが低ければ、 緑で、これ全部見ると、えー、緑色になっているので、それなんで、えっ、ー、と、積み立ての方は、えっ、ー、と、リターン自体は、えー、一括よりも低いんだけども、ただ、デ、え、ィ、ー、スクも一括よりも低いっていうふな、えー、そういった形に、えー、なってたみたいです。 で、このリターンとディスク、こいつの兼ね合いを見るのがこのシャープレシオってやつでして、このシャープレシオはですね、リターンと同じで高ければ高いほどいいので、それなので、この積み立てを一括で割った数値は、積み立ての方がシャープレシオが高ければ緑で塗ってあって、低ければ赤で塗ってある形になります。で、これ、7年のとこだけ、積み立ての方が一括よりもシャープレシオが高い。つまりは、積み立ての方がリターンは低いんだけども、ただ取ってるリスクの大きさ、そいつを一括よりも抑える。 与えられているから、だからディスクに対するリターンの獲得効率で見た場合には、えー、積み立ての方が一括よりも、えー、良くなってますよっていうふな、えー、そういった形になってるんですが、ただえっ、ー、と一年、3年、5年、えー、あと9年ですね。えー、これに関して言うと。 えと、積み立ては一括と比べて、シャープレシオが低い。つまりは、ディスクに対するリターンの獲得効率が低いって形になってたみたいです。で、これ具体的に解釈すると、要は、この1年、3年、5年、9年、これに関しては、えっと、確かに、ディスク自体は一括の方が、積み立ての方が一括よりも低いんだけれども、ただ、それ以上にリターンを稼げていないから、だから、ディスクに対するリターンの獲得効率、そいつで見た場合には、積み立ては一括に負けてますよってふうに。 えー、そういった形に、えー、なってたみたいです。えー、でですね、えー、ここの、えー、とシャープレッションの解釈にあたってはですね、 えっと、とりあえず、積み立てって、えっと、一括よりもリスク自体は低かったんですけれども、ただ、必ずしもですね、えっと、そのリスクに対するリターンの獲得効率で見た場合には、えっと、この積み立てっていうのは、一括よりも、必ずしも優れているとは限らないっていうことが、この動画で分かったんじゃないかなと思います。とりあえず、これが積み立てと一括の比較で、で、これで動画は以上になります。 はい。というわけでご清聴ありがとうございました。えー、こんな感じでですね、まあ日々、えー、分析動画作ってますので、えー、リクエストとか質問とかあったらですね、えー、コメント欄に、えー、お気軽に書いていただければと思います。はい。というわけで今回は以上になります、えー。お付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。